を取るためにはこの先生に根回ししてこのクラスを先に取っといて根回し根回しって何永田町ですかみたいな、まあ、あれの暴力がないバージョンみたいな。ああ、なるほどなるほど。4月23日、ブルーノート東京、はい、出演ということで、イエーイ。ございます。こんにちは、ギタリストの松原義文です。そしてこんにちは、トランペッターピアニストの曽根真央です。今日は超素晴らしいトランペッター、曽根真央くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっといろいろお話を聞いていきたいなと思うんですが、今日のお題はですね、バークリーってどんな感じということでバークリー音楽院という日本で最も有名な音大の、海外の音大の一つかなと思うんですけど、そこに行ってらっしゃったということで、はい、僕はノーステキサス大学っていうところに、田舎の、まあ、大学に行ってたんですけど、あんなことやこんなことや、ショッキングだった出来事とか怖かった先生とか楽しかったこととかいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でバークリーがまず私立の大学なんですよ、はい、で僕が行ってたのは州立なんで、うん、まあ、日本でいうと国公立みたいなことになるんですけども、どんな感じですか、ざっくりと。ざっくりというと、まあ僕はそのありがたいことに奨学金をいただいていってたので。あ、そうかそうか。そう、あの全額そう、だから全くそこの部分は分かってないんですけど、まあ、えらく高いことだけで、あのあちょっと、あ確かに、まあバークリーといえばもう学費が、まあ、学費がとんでもないと、はい、とんでもないということと、うん、ノーステキサスは多分ね半分ぐらいですね、バークリーの普通に奨学金なしで払ったとして半分か。でもアメリカって公立といえどやっぱりそれでも高いですね。そうですね、日本の大学よりは高くて、僕も奨学金もらってたんですけど、それが半額になるぐらいなんで、全額なくなるっていうのはないんですよ。普通はないですよね。普通ないですよ。その、まあ、バークリーがちょっと奨学金制度が特殊なので、うん、かなりそういっぱいたくさんそのなんだろう種類もあって、うん、そう、やっぱ全額タダになるっていうのがないから、こういうですね、こうスタープレイヤーはこうノーステキサス来ないアメリカでもあの高校であるじゃないですか、あのアート系のなんか有名人はみんなそこ出てますみたいな高校あるじゃないですか、ヒューストンとロサンゼルスに確かなんで、だいたいそういうとこ卒業したもうなんか将来有望みたいなやつらはこうだいたいそのニューヨークとかバークリーとかのこの奨学金をがっつりゲットしていくみたいな感じが、ね、アメリカはありますね。そうですね。そのだからそのサマーキャンプとかに、僕もそのタイプなんですけど、あの多分日本人では珍しくあのサマーキャンプに向こうに行って、へでそこで奨学金の試験を現地で受けてっていう感じ。なるほどなるほど。だから僕とか寺久保エレナとか川端真彩とかその、うん、何今活躍してる、はいはい、その世代の世代ミュージシャンは僕と同じコースで奨学金を得てて。なるほどね。サマーキャンプ行くのはもうオーディションくっついてますみたいなぐらいの感じで。そうそう、そういう感じですね。なるほどね。日本でもやってますもんね、バークリー。日本でもやってます。浜松でやってますね。すごいっすよね、日本で日本までわざわざ来てそうそうオーディションやるって、そのなんかこういい学生を連れてこようっていう、そのなんか学校の気概みたいなのが、そうですね、うん、ちょっと違うなっていうのは思いましたね。そして浜松のその財団の人たちがそのバークリーのオーディションを呼んでくれてるのもあって、あ、なるほどなるほど。そうそうそう、だから今年なんかバークリーから人がオーディションできないからっていうことで、うん、その予算使えないからってことで僕がマスタークラスをあ、やったんですか。そうそう、やりに行ったんですけど、静岡の緊急事態宣言やなんかで、うん、結局ズームでもだったらバークリーからできるじゃんね、ズーム。僕がなぜか東京からズームでマスタークラスをやって、なるほどね。そうなるほどね。いやいや、まあ今大変な時期なんで、この、ね、時期に、まあ、大学へ行こうかなと思ってる人とかがこう海外の大学へ行くとかっていう発想には多分、まあ、なかなか今ならないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕も高校生のところはねバークリーだけは知ってたんで、なんかなんとなく、うん、で僕の場合フラッとアメリカ行ってからなんかいろいろ学校とか調べたみたいな感じだったので、まあでもバークリーだけはなんかこう知ってるということで、皆さん知ってる方もすごい、名前は知ってる方もすごい多いと思うんで、とりあえず海外の音大っていうとなんかミステリアスな感じで、どういうこっちゃ、全然何がどうなってるのかも全然なんかなんとなくそういうすごいのがあるらしいみたいな感じで思ってる人もおそらく多いと思うんですけど、まあ大体行った人の感想としては、まあ行ったら行ったでどうにかなるみたいな、 なんとかなるよみんなみたいな、まあ、が行って頑張ればなんとかなるよみたいな、まあ、そういうところもありますよね。そういうところもあるのかなと思って、はい、あのいろんなもう学科があって、もうクラスだけでも何千通りっていう取り方が
それはすごいよね。するので全然通り自分でやりたいことをこう見つけていかないと、そのいわゆるそのこれを取っていれば卒業できるよっていうのはもちろん基本クラスとしてあるんですけど、そういうまあなんかあるんですよね、ディグリープランみたいなやつが。そうそうそう、はい、でもなんかそれだけ取っててもあんまり面白くないから、みんななんか各自習いたい先生、取りたいクラスだとかいうのを自分で下調べして、うん、そこに向かって、まあ、そのクラスを取るためにはこの先生に根回ししてこのクラスを先に取っといて根回し、ね、まあ、そう根回し、根回しって何、根回しって永田町ですかみたいなそこは結構バークリーのやばいところで、仲良い先生と仲良くなると、うん、そういうリクワイアメントが急にいらなくなったりするんです。そのクラスを取るために必要なそのプリクラスみたいな、あ、お前はいいよもうみたいな、もういいよ、ね、あ、それはね、まあ、アメリカならではですね。そうならではですね、はい、そのウェイブって言うんですけど、その、うん、あの除外してくれるわけですね、はい、お前はもうパスみたいな、顔パス、そうそうそう顔パス、しかもクレジット入れなくても、クレジットってその単位を入れなくてもクラス聞きに来ていいよって。あ、聴講、あれ、それでも誰でもしていいんじゃないですか、ね、シットインって、そのクラスのシットインして、うんうん、それちょっとアメリカならではの感じで、うん、なんかちょっと仲良くなると融通聞くみたいなのがありますね。そうですね、あとやっぱ実際にこの権限持ってるやつに話しに行くっていうのがこう、それもすごいめちゃくちゃ大事ですよね。僕もオーディション受けずに入ったんで、本題、あー、なるほど、うん、なるほど、先生にこう入れてみたいな感じで。いやでもバークリーの場合は特にオーディション受ける前に、要するにオーディション絶対受けないといけないんですよ、うんうん、多分おそらく。なるほど、オーディション受ける前にそういう先生に出会っておくってすごい大事なところかも。なるほどね、ああそれはなんか日本の音大も多分結構まあありますよね、似てるのかな。だいたい音大行く人は大学の先生のレッスンを受けてたりね、多分されるんでしょうね。そう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 、でもバークリーの場合は特にお金の力があるその部署の人々と仲良くなっていくと、金、あ、はい、金あの動かす力がある人たちと仲良くなっていくと、ツアー自分のバンドに連れてってもらう。あ、そういうのあるんだ。そういうの、あ、それはもうならではですね。そうかそうか、だから僕なんか未だに一緒にやってるバンドの、日本でも一緒にやってるバンドメンバーで、うん、ワシントン DC にそのツアーで連れてってもらって、ブルースアレイとかで、うん、それも学校持ちで。そうですね、学校最高じゃないですか。学校のプランしてくれて、それで あとは全米桜祭りのオープニングセレモニーとか。ああ、やっぱそういうなんかポジションがあるわけですね。そうなんですよ、ちゃんと押さえとかかないといけない場所、派遣してくれるところが。そうそうそう、なるほどなるほど。ちょっとなんだろう、内部の話というか、はい、あのシステムの話はこれぐらいで、はい、怖かった先生とかいるんですか。怖かった先生、言える範囲でいいですけど、はい、P を入れるか入れないか、まあ、P は入れなくても大丈夫か、ね、ジャズ系の人で怖かった先生、バークリーって人に多分聞くと、ああ、みんなほとんどの人が同じ名前を言う、はい、多分同じ名前を言うと思います。あの誰ですか、まあ、本で有名な人なんですけど、はいはいはい、ハルクルック、あ、もう本で有名ですね、はい、ハルクルック先生という、はい、あのトロンボン奏者の方がいるんですけど、はいはいはい、あのまず一番最初に結構びっくりすることが、入るとトロンボンになんかたくさんもう機材ついてるんですよ。なんかオクターバーとかディレイとか、え、それペダルで、ペダルがもうアンサンブルクラスの人も全部なんかディレイとかも全部ついてて、でそれであのピックアップマイクからギターアンプにこうつながってる、この門の先生が1名こう座ってる状態でアンサンブルのクラスがこう始まるクラスがあるんです。それ聞くとなんかギタリスト的にはちょっとおーみたいなテンション上がるんですけど、ね、なんかエフェクターの話とかできるかもみたいな先生それ何のディレイ使ってるんですかとか言えそうな気がしてくるんだけど。そう、ちなみにハーモナイザーのボスかなんか、はいはいはい、あの青いやつを使ってて、あれでもうえぐいインターバルとかも出しまくってトロンボーンでソロする先生なんですけど、え、それバンドがいてもうその上でいるのにハーモナイザー使う、ハーモナイザー使ってソロ取っちゃう。で、まあ、そのアンサンブルのクラスに入るのにオーディションがいるんですよ、うん、で、オーディションの基本的になんだっけな、モーメンツノーティスとか、なんかあ、それ演奏するオーディション、実技のオーディション、テープで送らないといけないんですよ、うん、CD か何かで、え、 CDR でその春に送るんですよ。あ、実際にこう行ってやるんじゃなくて、行ってやるんじゃなくて、あのえ、それもうボストンにいて、バークリーいんのに、あ、いんのにそのテープオーディションがあるんだ、はい、へえ、それで一回入ったら、もう春のアンサンブルはとっても勉強になるので、みんな取り続けるんですよ、卒業まで。じゃあどんどん人増えていくじゃん。え、でもその卒業していくからこう循環していく、だから僕が非常に少ないんですよ、ね、なるほどなるほど。あ、じゃあ結構そこで競争があって、こうオーディション受かったら、はい、入れるけどっていう。なるほどね、倍率が高い、倍率が高いあのアンサンブルして、どういうことをやる
のかっていうと、そのまあアンサンブルのクラス入って、まあそういうエフェクターつけたなんかモンスターみたいなトロンボン奏者の先生が1名いて、もうその人のリードシート、要するに作曲した曲のアンサンブルで使うよって曲をもう曲集がバークリープレスっていう出版社が発売されて、それをとりあえず買わないといけないんですよ俺の本を買え、俺の本を買えみたいなとりあえず俺の本を買えそれを持ってって最初のうちはその中からやるんですけど、だんだんレベルがそのクラスに上がっていくと、自分の理想に近い風になっていくと、なんか隠しリードシートみたいなのが出てきて、手書きのリードシートをそのまま渡されて、ね、で演奏を始めるんですけど、基本的にそのアンサンブルのクラスは何をやってもいいんですよ。何をやってもいいっていうのは、その要するにこうソロが始まって、まずとりあえずテーマがそのリードシートなんですけど、まあ、強弱に、まあ、スタッカートとかテヌートとか全部細かく書いてあって、まあそれが強弱とかも全部できないとめちゃめちゃ怒られます。初見で、はい、もうスタッカートとかできないと、あ、初見で書いてあって、うん、そういう表現が書いてあって、 それができないと怒られる。結構怒られます。なんて怒られるの？こんなもんも読めないのかってそのまま辛辣な言い方をされるわけですね。ちょっとね、あの P を入れないとちょっと言えないぐらいの感じの言うな、なそう、もう P を入れないという。なるほどね。まあでもそれはもう名物で、俺らの中で後でギャグみたいな感じで伝説になってるので全然いいんですけどセッションってあの映画あったじゃないですか。あーらしいですね。まあ、見てない。俺も見てない。見てないんだけど。予告編しか見てないけど、うん、まああれの暴力がないバージョンみたいな。ああ、なるほどなるほど。まあじゃあ、まあ音楽に関してすごい厳しく。厳しいです、ね。じゃあ泣かされちゃう女の子とかいたりとかってするんですか。あ、でも結構泣いて出てくる人とかいるらしいですよ。いやー、そう。いやいや、すごいですね。だから僕体育会系ですね。そう。で、そのアンサンブルで、アンサンブルのクラス、例えば1ヶ月取ってる、1ヶ月じゃない、あの1セメスター取ってると行けない日とかあるじゃないですか。はいはいはい。でその日は必ずサブ、そのトラを送んないとめちゃめちゃ怒られます。もうそれはね、バンドで決まってるわけですから。そうそうそう、もうトラを絶対に送る、代理を、もう仕事みたいですね、大事で、ね、一回トラで来た子が、そのハルクルックってダイナミックスがすごい大事で、ピアニッシモからフォルテッシモまでを、もうシンバルレガートをっていうところから、もうこういうところまで表現できないとものすごく怒られちゃうんですけど。なるほど。その譜面に書いてある通りリードシート頭に関しては、そのもう強弱の付け方多分想像を絶するぐらいつけないといけなくて、でそれで一回トラできたドラムの子がそれできなくてものすごい怒られ、もう怒られて、もう次出てなできなかったら早く出てけっていう感じは。もうね、まあ、あの多分正しいこと言ってるんでしょうけどまあなんか20代前半とかでそれされるとへこみますよね。へこみますね。結構へこみます。うん、やっぱりそれで、まあでもまあ確かにそういう経験をしてね、そうこうだんだんこう上達していくとかももうあるんですけど、まあ確かにそうやってこう面と向かって言ってくれる人って少なかったりするから、まあいい経験だったりはするんですけど、まあでもへこむよねっていう、かわいそう。そんなになってる中で自由にやれって言われるんですよ。ああなるほどね。ひどいな。ひどいな。そんなになってる中でお前らは自由に計画してやれって。自由じゃないじゃん。あのそのクラスは1曲を2時間のアンサンブルのクラスなんですけど、1曲を2時間かけて演奏し続けるんですよ。そのリードシートの曲を、要するに32小節ぐらいの曲を2時間かけてアンサンブルにするんですよ。っていうことはもう何コーラスも何コーラスもやんないといけないし、変化をつけないといけないんですよ、その2時間。まあ、普通に弾いたら多分40秒から1分ぐらいで終わるぐらいのやつを、そうですね、うん、だから、まあ、そうずっと繰り返して、例えば最初のコーラスの人は、例えばあの普通にリズム通りコード進行通りにこうアドリブをその上で取って、うんうん、で例えばそのコーラス、もうそれがまあ5コーラスぐらいのソロになったら、5コーラス目ぐらいでドラマーがそろそろグルーブを変えようって言って変えないと、うんうんうん、飽きたって言ってそこで一回中断されて、そして今グルーブ変えるチャンスがあったのになんで変えなかったの、あで今からさっきの5小節前と同じことやって、今からそこからグルーブ変えてみたいな感じで、あ、それいいレッスンじゃないですか。そうで、それで継続してって、うん、グルーブがじゃ例えばスイングだったのがボサノワに変わって、うんうんうん、変わってそのままこう演奏されていったら、例えば僕がめっちゃそこから急にコード進行に外れたようなことをフリーでやっていくと、だん徐々にこうフリーにこうなっていって、はい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 、でフリーの演奏がこうピークになっていったら、誰かがまた違うアイデアを出して、例えばいきなりそこでなんか全然違う曲、あの
フットプリンツとかやり始めた。ああ、全く違う曲を引き出した。で、それで、ま、そしたらそっちにみんなこうついてきて、で、そっからまたその中でグルーヴ変えたりどんどんってやったら、またフリーになってって、またなんか今度はまたもともとやってた曲をなんかバラードで誰かがやり始めたり、ああ、なるほどね。ピアノのソロとトランペットのデュオになったりとか。いや、いい授業、それ。そうだから、めちゃめちゃ怖いけど、いいクラスだと思う。そう、めちゃめちゃ怖いけど、うん、その要するにフォームの自由にする、うん、そのフォームってその ABA フォームからこうさらに発展させる自由度、そしてアンサンブルとして5人いるとしたら、デュオのパターンとしては何通りあるんだろう、数学苦手だけど、要するに何通りかあって、トリオのパターンとしては何通りあって、カルテットのパターンとしては何通りあるから、そのアンサンブルパターンを常にこう使って曲を発展させないといけないとか、うんうんうん、そういうなんか、それをそうやって考えるとすごくフリーなんだけど、それをなんだろう、数学的に、なるほどね、ちょっと数学的に入ってるんだ。なるほど、結構計画的というか、まあなんとなくやるんじゃなくて。そうなんですよ。なるほどね。計画してフリージャズをやるっていうクラスなんですよ。いや、いい授業ですよ、それは、うん、もう怖くても素晴らしいと思いますよ。だからみんな通るんですよね。なるほどね、なるほどね。まあなんかこうギター教則関係の世界でたまにバークリーメソッドとかっていう言葉を聞くことあるんですけど、なんだかよくわかんないんですけど、はい、まあどっちかというとそういうのがちゃんと教育されてるっていうのがバークリーメソッドの知んないですね、わかんないけど。どうなんですか、知らんけど、ね、バークリーメソッドっていうのはよくわかってない、うん、何がバークリーメソッド、うん、あ、そう、バークリーメソッド分かってないです、この人、はいはい、何ですかバークリーメソッドって、僕もよくわかんないんですけど。いや、向こう行くとバークリーメソッドって言葉そんなに聞かないんですよね、うん、あ、でも聞くことはあるんですか。いや、あんまりその、ね、何がバークリーメソッドかってあんま考えて授業取ってなかったですね、はいはい、ボストン寒いですよね。ボストンめちゃめちゃ寒い。それだけで僕はあんまり行きたくなくなるんですけど、はい、行ったら慣れるもんですか。あ、でも意外と日本ぐらい中途半端ないこう寒さの対策の家で、あ、なるほどね、中途半端に寒い方が結構僕苦手だったりするの。なるほどなるほど、まあ向こうは室内行ったら T シャツで過ごせるぐらいな感じになってる。そうですね、まあ、それニューヨークも同じですね、うん、で、まあ格好も多分尋常じゃない防寒装備をしてるので、あ、してない部分ってここら辺だけなんですよ。はいはいはい。で、ボストンの寒さってここら辺が痛いんですよ。いや、それはそうでしょ、だって。とりあえず痛くて、ちょっと汚い話じゃなくて、鼻毛が凍る。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 そうなんだ。南極探検隊とかじゃなくてもそうなるんだ。そうですね。鼻毛が凍る寒さなんですよ。やば。そうそうそう。で、だからシャワーとかして一回外で出て、学校とかパッて行きたいなと思うと、全部凍ってるんですよね。へぇ。たかが、まあ、家から、一番近かった時の家が、まあ、5分ぐらいの時に、5分ぐらいあるじゃん、もうバッキバキやん。やば。で、まあ、で、中入ったら、あったかいからすぐ溶けるみたいな。そう、すぐだーって。速攻でコートとか脱がないともう汗だくになるから、帰り逆に寒いから、絶対もうすぐ脱いで。差が、寒暖差がえげつないわ。寒暖差えげつない。へぇそう。その代わり、アパートとか、そのセントラルヒーティングみたいになってるから、うんうんうん、もう、めちゃめちゃ暑いから窓開けると今度凍るし、閉めると真夏よりも暑いしみたいな。うわぁ、ちょうどいいってない。なるほど、ちょうどいいにもない。まあ行けばね、その環境にはなれるんでしょうけどね。そうそうそう、テキサスはテキサスでもうクソ暑かったんで。あー、そっか、40度とか。それって逆に死にません？でも乾いてるんで、その湿気がそんなに少ないんで過ごしにくい暑さじゃないんだけど、まあ外を長時間水分補給せずに歩くのはちょっと危険っていう。なるほど、うん、その日本みたいにこの自動暑い、自動はないですね、うん、まああとちょっと歩いたらコンビニがなかったりとかもするんで。そう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 、そっか、そうそうそう、海外買い物問題って、買い物問題ってありますね。買い物問題ありますね。最初寮とかに住んでて、最初僕だからその19で行ったんで、19ってボストン部屋借りられないんですよ。マジ？うん、だから寮にいないといけなくて。21じゃないとダメとか。確かそうでしたね。20歳かな、20歳とかなので、それで。